日本神奈川県鎌倉市、手広手広は、神奈川県鎌倉市の大技。現行行政地名は、手広1丁目から手広6丁目と大技手広。住居表示は1丁目から6丁目は、実施済区域。大技手広は、未実施区域。郵便番号は248-0036。旧鎌倉郡主広村。明治22年に、深沢村と合併し、深沢村の大技になる。その後、 昭和23年に深沢村が鎌倉市と合併したため以降は鎌倉市の大技となっている。手広は南部が丘陵、北部が平地となっている。昭和30年代頃までは北部は農地や林が多かったが、昭和60年代初頭には農地のほとんどが宅地化された。北部を同志、笛が東部を鎌倉山、南部を津、西鎌倉と接し、 西部を藤沢市川名と接する。付近を柏川と柏川支流の手広川が流れるが、治水対策が不十分だった。近世期にはたびたび洪水や干ばつの被害を受けた。地名の由来については未章だが、鎌倉の地名由来時点では地形に由来するものではないかと論じている。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、 手広4から36から20の地点で15万8千円平方メートルとなっている。八坂の霧道師障子八半目付近に縄文時代から平安時代にかけての住居跡が残るなど、古くから集落が存在した。もともとは津村橋に含まれていたが、中世紀に津村から分村し独立したようである。手広という地名が文献上に初めて現れるのは、 天正19年の徳川家康治療期新条案で内容。手広村は、慶長18年、前述の少連治療を除く310国余りが、大岡忠義に与えられ、以降は、川越藩、彦根藩領となった幕末の一時期を除き、藩赤奉還まで、大岡氏の所領下に置かれた。なお手広村は、近世期の地方文書が数多く残されており、これらの文書から、 なおこれらの地方文書は、鎌倉近世資料手広編にまとめられている。隣接する、笛田村とは、農業用水の確保をめぐり、江戸時代から、たびたび訴訟を繰り返した。これらのうち明治7年に始まった訴訟は、特に大規模なものとなり、4度にわたる大審院判決を経て、明治27年に、手広村と笛田村が共同でため池を作り、共同管理するという結論が出て、 ようやく決着した。この訴訟の決着を記念した石碑が正連寺に残る。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。平成28年版鎌倉の統計。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB、鎌倉の人口と世帯数。鎌倉市。 2018年2月22日閲覧 AB 郵便番号日本郵便2018年2月22日閲覧市外局番の一覧総務省2018年2月22日閲覧鎌倉市の町名称及び住居表示の実施状況鎌倉市2018年2月22日閲覧国土交通省地下工事都道府県地下調査 鎌倉市の私立小学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧、鎌倉市の私立中学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧、ありがとうございます。